さて、おはようございます。腹筋ローラー、何日だ。あれちょっと出てこないですね。45日ぐらいかな。でダイエットが20日あれ、まあちょっと確認しないと分かんないですけど、まあその程度ですかね。体重の方は、まあ、80キロあたりをうろちょろうろちょろしてる状況です。まあ今のところちょっと、まあ、停滞時期なんですかね。運動の方もまあ腹筋ローラーも随分慣れてきて、まあ毎朝10分程度ですけど、まあやっています。でなんかここのところちょっと欲ができて、まあ前から興味あったんですけど、ぶら下がり健康器ですかね。まあちょっと懸垂でもやりたいかなと思って、まあちょっと今購入検討しています。まあ、ちょっと場所がね、まあ少し取るんで、まあ、邪魔かなと思うんですけど、まあちょっとなんかぶら下がってみたい衝動に今駆られてます。今日明日は連休なんで、まあ、ちょっとまた近場の温泉でも行ってゆっくりしてきたいと思います。まあ、今日はのお昼はちょっとまた食べたいものを食べる予定なんで、ちょっとその辺も楽しみです。またよろしくお願いします。